ビーク TV をご覧の皆さん、こんにちは。スカルキャンディーでーす。はい、ボーカルのマキです。ギターの達也です。サクサマヤカです。ベースのジョージです。トロンボーンのウッシーです。ドラムのミムです。はい、私たちですね、この度10月の5日にニューアルバムキャンディーワンダーランドをリリースいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回のアルバムなんですけども、はいはい、スカルキャンディの遊園地がテーマになってるんですけどね、もう1曲目からもうなんか遊園地のゲートをくぐる時のようなもうドキドキワクワクしながらの遊園地に入っていく時のような感じの1曲目で始まって、もうその後は遊園地のいろんな乗り物とかありますけどね、メリーゴーランドとか観覧車とか、そんなね、回る回る思いを歌った曲とか、ジェットコースターみたいにも勢いがあって元気のある曲とかもね、いっぱい詰まってて、もう最高のアルバムになってます。はい、もう本当に本当に素敵なアルバムになったなと思ってましたので、はい、ぜひとも皆さんアルバムの方もチェックしていただきたいんですけれども、はい、この、アルバムを引き下げまして、スカルキャンディキャンディワンダーランドツアーという題名でですね、はい、ツアーを全国ぐるぐると回っちゃいます。おほんでね、また新潟の方にも、ね、はい、やってくるんですけれども、はい、新潟が、11月の19日新潟 NSG スクエア1階ショーケースというところでライブが決まっております。はい、はい、このライブもですね、遊園地に行くみたいにこうドキドキワクワクしながらぜひぜひ遊びに来てほしいですね。はい、はい、本当にもう遊園地に来たような楽しい感じでライブもやっていこうかなと思ってますので、はい、ライブの方も楽しみにしていただけたらなと思うんですけれども、私たちもですね、この11月4日発売の新潟ウィークに、はい、私たちのインタビューが掲載されてますので、そちらの方も見ていただいて、はい、キャンディーワンダーランドの CD も聴いていただいてから、ライブもね、ぜひともお越しいただけたらなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは以上、スカルキャンディーでした。バイバイ。バイバイ。